Stable and Scalable Operation of Parallel File Systems at the K Computer と題しまして、国立研究開発法人理化学研究所計算科学研究機構運用技術部門システム運転技術チーム開発研究員辻田雄一様よりご講演をいただきます。辻田様、どうぞよろしくお願いいたします。ご紹介ありがとうございます。理研の辻田です。 So this slide is written in English, but I will speak this in Japanese, sorry for that. But if you have question, please feel free to ask in English. So,じゃあ、こういうタイトルで今日ちょっとお話しさせていただきます。K の運用しています。その話の絡みでお話しさせていただきます。アウトラインこうなっていますが、まあ、K のもう運用も始めて5年、まあ、過ぎてますので、まあ、ものとしては、まあ、もうだいぶ使いこなされてしまって、まあ、新しいマシンが出てきますけども、まあ、ファイルシステム絡みの、まあ、これまで運用してきているお話の中で改善等あります。そういったもののご紹介というか、どういうことができていますということと、まあ、今後の話も含めての話で、ちょっと代表的な話として、まあ、3点ほどちょっと話をさせていただくようにしています。で、まあ、サマリーというか、まあ、今後のことの話をさせて、まあ、まとめていこうと思います。それで、はい、まず最初に K の、システム、ファイルシステムを含めての、まあ構成ということで、まあ、このようにちょっと絵を、まあ描いていますけども、計算濃度が、まあ、この高いところにありますが、8万濃度以上の、まあ、CPU1 濃度、なし、1CPU の8万濃度以上の、計算濃度がここにあります。で、まあ、IO モードと呼ばれる、IO に関しては、IO モードと呼ばれるものを通して、IO をするんですけども、K の場合は、ここの図にありますように、ローカルファイルシステムと呼ばれるものと、グローバルファイルシステムと呼ばれるもの、2階層のファイルシステムを、採用しています。ユーザーさんももしかしたらこの中にいるかもしれませんが、ステージングというシステムを使って、通常ユーザーさんのプログラムのデータはこのグローバルファイルシステムというところに置いてあります。でジョブを実行する時にスクリプトの中にこのファイルをステージングでローカルファイルシステムに持っていくように記述してもらいます。そうするとジョブの実行前にステージングという、まあ、操作に入って、ステージインと呼ばれる処理でローカルファイルシステム側に、ファイルやまあ、プログラムやデータがですね、流れていくと。で実行前には到達してあって、レディになってジョブが動かすモードが、レディになると、まあ、ジョブが始まると。で計算が終わった後今度データを、まあ、あるいは、まあ、必要なものをですね戻してあげないといけないので、それをまあステージアウトという処理をします。これもスクリプトの中に書いてありまして、まあ、で生成されたデータなどをユーザーさん側の責任で、ステージアウトの記述を書いてもらえば、そのファイルが、ファイルシステム、グローバルファイルシステム側に戻ってくると、まあ、こういう流れで、ジョブの運用をしています。ちなみにこのステージングですけども、ジョブの実行とは非同期の、非同期のステージングをしているので、ユーザーさんから見ると、ステージングの処理を意識が意識せずに背後で動いているような感じになります。なので、まあ、例えば前のジョブが実行中に次のジョブのステージングが行われているとか、まあ、そういうような非同期のオーバーラップした処理が行われているような感じで運用しています。はい。で、ファイルシステムについて見てみますと、このような構成、まあ、2階層という話をしましたが、LFS、GFS と短縮して我々は呼んでいます。で、ローカルファイルシステム、LFS の方は、まあ、性能重視ということで、まあ、計算中の IO の性能を高めることが、まあ、重要課題ですので、そういった目的の構成になっています。
一方で、GFS と呼んでいる、まあ、グローバルファイルシステム、ユーザーさんのプログラムやデータが、常に置かれているところですね。こちらは容量重視になっていまして、まあ、性能にも重要と、それとあとは複数のボリュームに、分かれています。まあ、これはまあ、安全面というかですね、まあ、いろんなその、データのボリュームがもし何かトラブルがあったとか影響の具合もありますけれども、まあ、運用の観点から言ってもこのようにブログに複数にかけている方が、まあ、管理しやすいというのがあります。一方で LFS の方は先ほど言いましたように性能重視ということで計算濃度から一様に見えるフラットなワンボリュームのファイルシステムを構成しています。で、まあ、見てわかるように性能重視なので OSS の数がブラボーに多いです。で OST もそれに合わせて、うちの OSS に、2個の OST がぶら下がっているという構成になっていて、まあ、こういうような、まあ、性能重視というのがわかると思います。はい。で、まあ、こういう構成で、まあ、運用していますが、まあ、GFS の方、まあ、ちょっと下の細かいところもあります、書いてありますけれども、まあ、容量、等のですね、まあ、十分持ってはいるんですけども、最近新たにボリュームを追加したりとか、そういう微妙な、まあ、改変等も行ってはいるところです。はい。で、次のスライドですけども、こちらは今言った LFS のですね、どちらかというとユーザーさん視点から言うと LFS の性能がどうなのかというところが、ユーザーさんに見えるところになります。で、この IO、LFS が IO、まあ、計算中の IO ですねに関しては、このちょっとこの、これはですね、この青い四角がですね、こちらがその、全体を書いた、計算ノード、の下に IO ノードがあって、その IO ノードを通して、ローカルファイルシステムにアクセスするというような構成なんですけども、その一部をこう抜き出してみると、これ K の、まあ、レイアウトはですね、6次元のトーラスメッシュの、インターコネクト、まあ、TOFU というのを使っているんですけども、ファイルシステムの、観点で見ると、縦に Z 軸の、TOFU の Z 軸を、それに、ノードがこう並んでいて、その、先に IO ノードが Z イコール0のポジションにあると、こういう、レイアウトに見えるんですが、その中の、まあ、この、ところどころに、まあ、ローカルファイルシステムにとっての、OSS になる部分が、ここで動いたという構成で、その先に、ファーダーチャンネルを、通して、ストレージ OST がぶら下がっているというような構成になっています。あ、ちなみにそのラスターベース のファイルシステムを、まあ、使っています。フリスさんが拡張を実装している FEFS というのを使っています。で、まあ、この、IO ですけども、IO ゾーニングという、まあ、仕組みで、この Z 軸の方向、に向かってデータの流れが行くように、ルーティングされているので、まあ、まあ、この、ノード間の少なくとも横の干渉はなく、データの流れはこちらに向かっていくというような感じで、ユーザーのジョブの形状がきれいにこの、データ軸が切れますので、それで、まあ、干渉が少なくなるということで性能の改善というのに、寄与していくと、まあ、そういう仕組みになっています。それで、さっきも言いましたステージングですね、ステージングについてはちょっとこの、絵はちょっと少し色が色になって見にくいかもしれませんが、ラックが2つ、あって1つのキャビネットっていうのを構成するっていう、そういうロジカルなまとめ方で我々運用しています。で、その1個のラックの中に、96ノードの計算モードが、まあ、あるんですけども、このキャビネットで192です。で、その計算ノード以外にも IO ノードと、さっき言ったやつですね、まあ、ローカルファイルシステムの IO ノードもあれば、あるいは他にも、GIO と呼ばれるですね、このグローバルファイルシステムとの、まあ、この間を取り持つ、IO ノードだったり、他にもシステムのブート等で必要な IO ノードとか、
というものがあるんですけども、まあ、今回ちょっと見ていただきたいのは、この LIO なり GIO のなりのこの処理の部分です。で、LFS と言っているローカルファイルシステムは、この LIO を含めて、この OST 群で構成されたもので、さっきの IO ゾーニングでうまくその、きれいな形で、きれいにファイルの領域が、ジョブ間で、きれいに分かれるという構成になっていますが、ステージングに関してですけども、データをとにかくグローバルファイルシステム GFS から持ってこないといけませんので、そのジョブのユーザーさんの責任の上でジョブの方に、コピーするファイル群を書いてもらうんですが、その書いたファイルをステージインという処理でこの、GIO ノードを通して、できます。ちなみにこの GIO とグローバルファイルシステムはインフィマムでつながっていて、でこのグローバルファイルシステムは、ユーザーのログインノードからフロントエンドからもアクセスできるようになっています。こちらもインフィマムの経由になります。で逆に LFS は、このフロントエンドからアクセスできます。計算ノードからのみ見えるようになっています。 ですのでステージングをするということで、ステージングをして、でステージアウトする、こういう流れです。で先ほど言った非同期のステージングをしているので、あるジョブが動いている最中に別のジョブのステージング のファイルの取りが始まって行われているというのが、まあ、例えばこう起きますよというのは、そういうのをここで模式的に書いています。で、まあ、そういったファイルシステム構成の中で我々運用しているんですけども、まあ、すでにその、運用開始をしてから5年以上が経過しているところになります。でまあ、それまでにいろいろ私自身が実はこの運用部門に、加わったのは昨年からでして、まあ、その前は研究部門のところにいたりとかして、あまり運用の対象者から立ち上げるところではいないので、まあ、詳しいことをですね、実際その場にいたわけではないんですけども、まあ、これまでの経緯もちょっとまとめた中で、いろいろとその改善をする、まあ必要性が、まあ、これを運用の中で前に使って、で最初の改善をしてきた事例が、あります。まあ、私がかかったやつも結構最後にありますけども、そういったものをちょっとここでちょっとご紹介をさせていただきたいなと思うことで3つほど挙げています。まず1つ目は MDS の交付化ってやつです。ファイルシステムでラスターも、含めてですけども、ファイルのアクセス集中が、起きてしまうようなケースで高負荷になって、でファイルシステムが、場合によっては不安定になるというような問題が、起きます。でこれは何を示しているかといいますと、K の、これ1個の資格が192ノード、さっき のキャビネットというやつですねに相当する部分をこの、書いています。でこの色付けしているのはこの色が濃いほど高負荷な状態を表しています。で例えばこのある時刻の時のスナップショットですけども、この辺のノードで動いているジョブがどうも IO の高負荷を起こしているらしいというのが2箇所のか見えるというのが、それを図としてちょっと出しています。で、それで実際に高負荷になっているのを、原因で、不安になったりとかいうことも、場合によってはで、そういったアクセス集中をですね、するようなジョブの中には実は、その共有されたその、ファイルをですね、あるいは個々のファイルを、その共有要するに FFS と、呼んでますけども、ラスターの、クリストさんが拡張した開発して入れてもらったやつです。でその、共有ディレクトリのところに、アクセスするようなパターンを改変することで、対応できるような状況もあって、で我々の、K の運用の中ではループバックのファイルシステムを別途用意して、ランクごとに、FFS 上にさらに新たにそのファイルシステムをループバックファイルシステムに作り、それをマウントして、ランクディレクトリーと呼んでますけども、このランクディレクトリを提供してユーザーさんのジョブによってはこのランクディレクトリの方の IO に切り替えてもらうことで MDS の高負荷を避けられる、そういうような運用を、しています。で、かなりこれで MDS の高負荷を改善できているような状況になります。
で、まあ、このロールバックを使うと何がいいかというと、まあ、やっぱり馬にはユーザーさんなかなか食いついてくれないので、これはまあ以前その、まあ、水槽さんも含めて測ってもらっているデータで、それを、まあ、過去に発表したものから抜粋したものですけども、書き込み読み込みの性能を縦軸にとっています。で、横データ帳ですけども、赤い方がルークバックですが、まあまあ、ワーク短めのデータ帳ですねでの場合であれば、ループバックの方が性能が稼げるという話です。さらにメタデータのアクセスの性能も、ループバック個々にランクがそれぞれ独立して IO アクセスするので、共有のそのディレクトリのところにアクセスするよりも、まあ、横軸がクライアントのプロセスの数ですけども、こちらはループバックですね、アンリンクとかこういった操作がスケールすると。一方、共有ディレクトリのところに作ったファイルだとどうしても頭打ちになってしまうということで、まあ、こういうデータを見せるとユーザーさんは、ああ、なんならじゃあ使ってみようかなっていうような感じで、まあ、切り替えてくれると、まあ、そういうような、まあ、経緯で、だいぶ改善をしているような状況です。で、これがその、まあ、実績というか、MDS の負荷、CPU の負荷をですね、見ていったら、時系列でいくと、そういった導入をする前は広かったのが、これいきなりドーンと全部にやるとずっと大変だったので、段階的に入れていったその経緯を見てるんですけども、第1フェーズで入れていって、で第2フェーズで入れていってみたいな感じで、2ステップで入れていくと、まあ、徐々にこの MDS の負荷が軽減されていった、まあ、そういう経緯が見れて、まあ、こういう、まあ、取り組みでだいぶ改善されてきたんだろうという、まあ、そういうふうに思っています。で、2番目の話は、エビクトの問題です。エビクトの、要はクライアントのからですね、まあ、IO の要求がたくさん出ていったときに、エビクトが発生して、まあ、問題になるというようなケースが、まあ、結構まあ、ノード数が多いという、まあ、そういったものもありまして、出てきたと。で、まあ、いろいろとですね、まあ、その改善、原因を探る、改善をする方法を検討した結果、まあ、問題として、まあ、2つの、まあ、処理、これを、まあ、アプローチを、まあ、取り入れると。1つは、この、K のですね、運用をしている中で、どうしても、まあ、まあ、K の故障率非常に小さい、少ないんですけども、まあ、ですね、運用中に、どうしてもシステムボードの変更を、交換をしないといけないということがある。で、その時にエビクトが大発生してしまうという問題です。で、それを、まあ、どうするかという話で、システムボードを変えるときは、そのラックですね、その、部分をもう丸々その止める。で、ジョブをそこの部分でホールドして止めて、で、そこのラック丸々止めるとかですね。あとは、ソフトウェアの方の、側ですね、ファイルシステム側にも、いろんな改良、まあ、技術さんのご協力もいただいて、まあ、改善もして、で、まあ、そのエビクトの発生の、も随分改善したというのが、この表にまとめている、まあ、結果です。で、ですね、次は、まあ、3番目としてはさっきのステージングです。で、ステージ、まあ、インっていうのとステージアウトっていう処理が2つあります。で、ステージアウトの処理が、まあ、特にですね、ユーザーさんにとって、場合によっては高負荷な状態が、起きて、ログインのフロントエンドの方からのアクセスでファイルシステム GFS のレスポンスがすごい悪くなると、そういった事象が結構、まあ、そんな多くはないんですけども、時々あると。で、一度起きると随分長いと。で、なんでかっていうのを調べていくと、まあ、これ一つの事例ですけども、これ縦軸が時間で、レスポンス時間です。フローログインノードの方から DD で、1メガのデータ書き込みをしている時の時間をですね、見ていくと、まあ、通常この辺を行くんですけども、そういったその、まあ、影響のでかいステージアウトの処理をしているものが来ると、ドーンと時間が伸びてしまう。この辺になるともうほとんどもうレスポンスしなくなるというような状態になっています。で、これがですね、結構長いんですね。
例えば2時間ぐらいですか、の間ずっとこの状態。そうするとユーザーさんにとっては困るわけです。で、何が原因かというと、これはステージアウトと処理で非常にでかいデータを、しかも当時はストラックカウント1で、ステージアウトをしていたような状態だったので、これをまあ見直そうという話で今改善をしている、改善をまあ常にやっているんですけども、ステージアウトの処理、まあ、ここでまあ起きるんですね。どうするかで、2つ のアプローチを我々取り入れていて、1つはまあ、負荷をうまくこうバランスするようなストラックカウントの設定をしようというのと、もう1つは、これは FFS、ファイルシステムが提供している QoS の機能を使って、ロードバランシングをしよう、まあ、この2つを今出ています。で、これ1つ目はちょっとこれぐちゃぐちゃ書いてますけど、詳しくはこちらで発表したものの中に書いてますけども、まあ、要は負荷バランス、OST 間のですね、負荷をまあ、バランスをさせて、できるだけ少なめのストライクカウントに、まあ、の中で、適正値を求めてあげようというそういうことで、求めたカウントを、適用しようという、まあ、そういうアプローチ で、2つ目は TOS をこう適用するというやつで、これは要はステージングで、処理される従来用からのデータのでっかいやつと、フロントエンドから来るやつを、まあ、例えばこの図に示すように、スレッドのサーバー側のスレッドのですね、割り振りを割り合いを決めてあげて、こちらに2割こちらに8割とかいう感じで、やれば横どこちらががめちゃうことがないという角で、まあ、うまくそのフェアシェア状態を作ると。で、それで、まあ、改善しましたというのはこの図で、上側は、何もその例えば上はストライクカウントだけです。で、QoS 入れないでしょ。ストライクカウントでもある程度改善します。なんかこの辺だと例えば10分の2ですね。これ赤い、黒い赤の方が非常に便利な状態で、これ384個の OST、グローバルシステム上の、レスポンス時間の分布を立てます。時間時系ですね。それが、QoS でさらに入れると、さらに改善するということで、まあ、この辺の加工化を今、確認して運用に組み込んでいるわけです。で、こういった、まあ、いろんなアクティビティを、まあ、フィズさんと共に、まあ、やってきました。で、まあ、ラスターのコミュニティでも、まあ、これはフィズさん側の方の、まあ、アクティビティですけれども、まあ、いろいろコミットしているというふうに聞いています。まあ、こういった形で K の、まあ、もう世の中でもこういうようなアクティビティがコミットしてきたということで、ちょっとご紹介。で、サマリーとして、まあ、今日、まあ、FFS の、まあ、クイズさんの、まあ、拡張が実装されたラスターベースの FFS を使った、まあ、K のファイルシステムについて、まあ、機能改善という観点で3つほどご紹介させていただきました。で、まあ、これ以外にもですね、まあ、現在も、まあ、いろんなユーザーさんがまだいろいろ、まあ、問題を抱えて運用されている、我々もそういった問題を認識して、まあ、今後もいろいろ改善に向けて、取り組んでいるところですので、まあ、皆さんまあ、ご協力もいただきながら、今後も頑張っていきたいと思っているところです。以上になります。あ、で、まあ、最後に、まあ、これですね。あ、ごめんなさい。今回、まあ、発表するにあたって、こういった方々のご協力も得て、まあ、こっちを、発表させていただきたいということで、以上になります。はい、以上です。ありがとうございました。それでは、質疑応答の時間とさせていただきます。何かご質問のある方は、挙手をお願いします。I would like to ask if you have any information about what I would call the really hard I/O problems. Yet the problems you are talking about, they are considered relatively straightforward compared, for example, to a total data shuffle. So a total data shuffle can, for example, be the transpose of a very large matrix in your cluster.And so every node will be reading very small packets of data from every other node in the cluster. And I think the K computer is actually known to do these applications quite well. But I wonder how the I/O is working in these kind of applications. Do you understand? So you mean that the very small? Very small to N I/O. Yeah. So yeah, indeed that each.Rank access with very small fraction of data. Exactly. So,
the response for the file system might be the So just to be honest, this is not going to be a complete disaster. I'm not at all trying to put you in a bad position, but the computer has been very carefully designed for these problems, and so I wonder if you did something for the I/O in this area too. So one of the tricks people use, for example, is a lot of staging in intermediary nodes to avoid too much traffic to with very small packets. So the in that the I/O contention between the small access and the big. No, it's more the avoidance of too much small access. So people use a large part of the memory to first put the data in memory instead of read it from the storage system. That's one of the tricks that is fairly widely used. Normally the performance is terrible. So the general class of problems are called distributed grid problems, I think. And they are about the worst I/O case that I know of. And I was just curious if you had come across this at one. We can take this offline, by the way, if this requires some more exchange of evidence. So we are checking the I/O access size in each job, but in fact we don't know how each rank access to the file system, how the size is. In total we cannot in that the access size in the total for each job, but maybe we need to check the I/O size for the each process. Maybe we can, but normally we don't care about the I/O size of the each process on the node. So the performance of the file system is very, very dependent on the I/O access pattern, and that's why so it's up to users. We don't care about the I/O performance for the we can check, but we cannot say which I/O access pattern is the better for each users. It's very, very dependent on the. It's very dependent. On the other hand, one is looking for solutions for these kind of problems. Our higher priority is the MDS high road. For example, the high road of the MDS leads to the system failure. That's why those are the higher priority. But of course, we have other issues to be solved. But we give the priority issue for each task, and from the higher task, now we are investigating, and maybe the performance issue might be the next stage for the user support. So this problem is really an application I/O problem. Yeah, it has little to do with stopping and starting and staging. It happens in the middle of an I/O application of a particular application that does, for example, a big transpose of a matrix is a very good example of this. I see. But again. Oh, okay. Thank you.
ありがとうございました。ではお願いいたします。どうもありがとうございます。結構簡単な質問があった方が、一つは、OSS の数は見てましたけども、MDS はいくつぐらいあるんですか？ごめんなさい、MDS は、よいしょ。ですね、1個ですね、ローカルファイルシステムも、グローバルファイルシステムも、ワンボリュームのファイルシステムに1個の MDS という形になっています。それは、ラスターの 1.8 ベースで、K の FFS は構築されていて、今、残念ながら2系の方ではないので、マルチプルな MDS という構成が取れてないという状態です。この MDS で 11PB を毎日しているのか、すごい。まあ、現状はそういう形で、ハードウェア構成とか、その辺はもう現状で頑張るしかなくて、あとはその運用の中で工夫をして、ユーザーさんといろいろこう連携を取りながら、K の安定運用に向けて、努力しているというのは、そういう状況で、はい、確かにご指摘のように、1MDS というのがどうなのかなというご指摘は当然あるとは思いますけど。はい、もう一つシンプルなんで、ステージインとステージアウトってなんか非常にうまい仕込みだなと思うんですけども、はい、あのあたりのデータの整合性チェックっていうのはどれくらいなかったですか？だからちゃんとデータが、かなり大きいデータを持ち込んだり持ち出したりするんですけど、その時に両方の持ち出したデータがちゃんと整合性が取れてて、間違いなく向こうにコピーされてから消す。インテグリティチェック、ちょっとジョブスケジュールの方、ちょっと僕はあんまりそっちが詳しくないんで、正しく答えられるかどうかわかんないですけど、すいません、ちょっと今僕もステージングの方で、ちょっとジョブスケジューリングの方で、ちょっと私、ファイルシステム側だったので、その辺でちょっとごめんなさい、もしかしたら、藤須さんのらしいですすいません、なんか。じゃあ普通のコピーをして、コピーが終了したというジョブのステータスを見て元のやつを消す。その時に MD5 とかのファイルの整合性チェックはせずに消す。それは実はシステム上ではやってないので、だからそうか、システム側であからさまにステージアウトした後に強制的に消すんではなくて、ユーザー側がステージにあるデータはシステム側で消すんですけども、特にそのファイルのコピーの時にエラーが起きなければシステム側で消しますと。じゃあ、もうちょっとローレベルのところにちゃんとカセット単位とかでファイルが転送されているということも確認の積み重ねとしては OK と思います。基本的なLinux 内のファイルのコピーの範囲内でという意味では。わかりました。ありがとうございます。ありがとうございます。すみません。なんか、私も十分になります。後ろの方、もう一方お願いいたします。ちょっと2点ほど質問がありまして、なんかアクセス集中があると不安定になるっていうお話があったと思うんですけれども、 MDS でそれっていうのはファイルシステム自体が不安定になるのか、それとも MDS がなんか一部が落ちてで、ユーザーからはどのように見えるのかっていうのがちょっと気になったんですけれども、ですね、ローカルファイルシステムに関しては、ユーザーさんからは直接は見え、ないので、どっちかというと運用側で、見ていると、IO ノードと呼ばれるやつですねが、なんか落ちてしまうとかですね、つまりファイルにアクセスができなくてタイムアウトが来て、それでなんか落ちるとかですね、そういったいろいろ、波及的に、見えてきます。なので、グローバルファイルシステムの方はさっき の図はあれローカルファイルシステムの MDS なので、ジョブの方が、だから要するにジョブの運用の方で、システムのダウンにつながると、そういうような事象につながるという、そういう理解で、そういう話でよろしいですか？はい、ありがとうございます。であともう1点なんですけれども、それの負荷分散をするためにループバックファイルシステムっていうのをこう構成されたっていうお話だったと思うんですけれど、はい、そこの
負荷分散の仕組みがいまいちちょっとよくわからない。ごめんなさい、ちょっと書き足で、うん、説明を、はい、簡単に説明してもらえると助かります。負荷分散でしたっけ。あ、はい、これかな。どうでしょう。こっちは、まあ、すいません、ストライクカウントをっていうのは、これもう一個スライドを持ってくればよかったんですが、今日ちょっと持ってきてもらえまあ、OS、さっきストライクカウントが1で、要はステージアウトの時のデータが、ストライクカウント1で、特定の、まあ、OSP に、まあ、ファイル1個その1個1個がですね、OSP のところにアクセスが集中して、高負荷が起きますっていう話なんですが、まあ、それをですね、見ていくと、まあ、1個に集中するのが良くないので、まあ、バラしましょうと。ただストライクカウントをべらぼうに大きくするのは逆にそれはまた別の観点で問題があるので、どこまで伸ばせるかっていうので、まあ、最小値の適正値を見つけたいということで、まあ、基本的には負荷バランス、OST 間のデータの流れをですね、負荷をそのデータ量ですね、がだいぶ均等になるところの、まあ、ギリギリあたりのところに合わせようというのが一つ目のこのストライクカウントで、バランシングしようという話です。でそれだけだと、アクセスその量自体は、まあ、バランス取れても、ログインノードからのアクセスとの競合はまだ解決できないので、そこを、まあ、解決するのがこちらの QoS を使うという話で、 QoS を使うという、まあ、話はここはサーバー側スレッド の, GFS の、まあ、OSS ですね、OSS のところのサービススレッドの例えば、まあ、例えばですけど100個すると、100個のうちの8割をこっち側、2割をこっち側に割り当てて、こちらがどんなに負荷が増えてもマックス8割までしか使えませんと、まあ、そういうようなコントロールを、することで、まあ、要はIO の量がか細いこっちのフロントエンドから来るアクセスの2割は担保してあげましょうみたいな、そういう仕組みの、まあ、負荷バランスというか、ペアシェアをしているというお話です。結構、よろしくお願いします。はい。ありがとうございました。質問は以上とさせていただきます。辻田様、どうもありがとうございました。